第15回衆議院議員総選挙は1924年5月10日に日本で行われた帝国議会議員の総選挙である。虎ノ門事件の責任を取り山本権衛内閣が総辞職し後継首相として数密院議長清浦慶吾に対明効果があった。清浦内閣は1924年1月7日に成立するが外務 陸海軍大臣を除く全閣僚が貴族院議員であり、かつそのうちの半数がかつて清浦が代表だった研究会所属という顔ぶれだった。このため、清浦内閣は貴族院内閣、特権内閣などと呼ばれ、政党や言論会、そして国民世論から乖離しているとして、清浦内閣打倒を目指した第二次五権運動の紅葉を見ることとなる。政党では、 立憲政友会、憲政会、革新クラブの3党が提携して、いわゆる5県3派を結成する。三浦五郎の圧戦により、1月18日、三浦邸にて、加藤孔明憲政会総裁、高橋小力を聖遊会総裁、犬飼武志革新クラブ名手は3党首会談を、開催、政党内閣の確立、貴族院、官僚応答、清浦内閣の支持勢力たる、 特権勢力の戦を防止、三党の一致結束及び、清浦内閣大臣を申し合わせた。だが、立憲声優会の実力者、床並武次郎らが、政権獲得を優先して脱党し、1月29日声優本党を結成して、清浦内閣与党となった。一方、貴族院では、清浦の脅しを借りる、最大会派、研究会の強権的な議会運営に、 他の会派からの反研究会の動きが高まった。彼らは直接的には県政擁護運動とは関わらなかったが、五県三派に好意的な態度を見せた。1月31日、清浦内閣は議会外における五県三派の行動などを理由に衆議院を解散する。本来、清浦内閣は5月10日の衆議院の任期 満了までの選挙管理内閣として見られていたにも、かかわらず、清浦が政権属党への意欲を見せ始めたことの現れだった。この解散は、懲罰解散と呼ばれ、国民各層の憤激を買った。なおこの総選挙は、大正13年2月8日交付の証書によるが、関東大震災の被災の影響で選挙人名簿。 作成に時間を要したため投票日がずれ込み、本来の任期満了予定日だった5月10日までの100日間を要したため、事実上の任期満了選挙となった。選挙結果は、5県3派が281名を当選させ、絶対多数を獲得。清浦内閣与党の立場にあった、声優本党は、選挙前の149議席から33を減らして116。 議席に止まった。清浦内閣は退陣し、組閣の対面は、五県三派の中の最大会派、県政会の加藤孔明に下った。県政会声優本党、立憲声優会革新クラブ、実業同士会中立空欄の選挙区は、複数定数選挙区の2位以下の当選を示す。補欠当選党県政会立憲民政党、立憲声優会声優本党、 実業同士会中率。ありがとうございます。